こんばんは。よい。どうしよう。ちょっと待って。さっき写真撮るようにライター明るくしたから眩しい。よいしょ。こんばんは。こんばんは。試験さんもこんばんは。お風呂上がりバタバタしちゃった。実はまだ頭ちゃんと乾いてないんですよね。ドライヤーしたい。続きのドライヤーしたいけど。よいしょ。ショールーム中にドライヤーするとめちゃくちゃうるさいんだよな。よいしょ。こんばんは。こんばんは。ここに座ったらさやの顔が暗くなんないのか。こんばんは。こんばんは。ちょっと一瞬ドライヤーすんね。じゃあテロップだけ書くわ。22時15まで一瞬ちょっと音消して、ちょっと一瞬ドライヤーさせて、みんなちょっと待ってて、みんな。死ぬほど髪ボサボサ。よいしょ。こんばんは。髪ボサボサ。汗だくだし。待ってさ、エアコンの温度さ、今日上げた気がする。だからこの部屋暑いんじゃない、もしかして。やっぱり28度にしてた。こんばんは。チケンさん、こんばんは。ちょっと。よし、こんばんは。来週サイレンの出る僕体育ね。お、待ってます。職場のエアコン23度設定で快適。むしろエアコン直下の人絶対寒くね。ねえ、乾かない。普段の髪の量の多さどうにかならないんですか。マジで。あ、22時じゃないや、23時ですね。失礼しました。よいしょ。さくらちゃん、タコありがとう。ちょ、もう一回だけドライヤーさせて。ちょっと乾かなかった。
よし、これでいいでしょう。まあちょっと多少は濡れてるというか湿ってるような気もするけど、これ以上ドライヤーできないわ。こんばんは。うまく星集めできずすまん。そんなの全然いいよ。こんばんは。ちょっとさ、櫛持ってくる。髪ボサボサすぎです、どう考えても。よいしょ、髪よ。よっと、ただいま。こんばんは。よいしょ。サラサラになりました。こんばんは。スカラーズでサリの夏色聞いてちょっと惹かれてしまった。嬉しい、ありがとうございます。イエーイ。やっぱ他のアーティストさんのね、歌を歌わせていただく機会ってあんまりないから楽しかった。なんかさ、今日私唇に色あるよね。いつもなんか死んだような色してるんだけど、今日唇めっちゃ色あるくない？これ今リップ、普通の薬用リップしか塗ってないの。すごくない？今日なんか血色がある。ダメだ、鬼太郎になっちゃう。前髪が長すぎて処理に困る。こんばんは。前髪切りたいね。前髪切りたい。前髪切りたい。前髪切りたい。こんばんは。よいしょっと。明日はですね、お話し会が夜なんですけど、 お話し会の後にね、爆速でレッスン場に向かってレッスンがあるんですよ。そう、どっち耳かけのが可愛いかな。耳かけのが可愛いか。そうだから、夜配信がどうなることやら。ちょっと待って、明日のメール見よう。レッスン、ワンチャンレッスン上で配信してから帰ればいいのか。では何時にリハ終わるか予定が書いてない。こんばんは。明日どうしよう。午前中、夜配信なしかな。でもできる気がすんだよな。どないしましょうかね。水こぼすとこだった。おー、最後お話し会やってる間にもうね、レッスンは始まってるんですよ。レッスン途中参加なんですけど、明日。こんばんは。明日のスケジュールを立てないとね、寝る前に。どうしようかな。なんか今日ここの髪の毛が潰れてる、珍しい。こんばんは。あと爪がボロボロになってきた。こんばんは。まあ明日午前中できるから。どうしよう。さ、明日の服マジで困った。キャノンさん、かわいいギフトありがとう。小川さん、タコちゃんギフト
ありがとうございます。しけんさんこんばんは。午前中買い物とか行こうかなと思ったけど、ショールームしなきゃいけないからなしにしちゃおっけな。あと多分疲れてるから家から出たくなくなりそうだしそれが本音。明日どうしよう。ね、忙しい日のスケジュール組み方ってむずいよね。まあぜひ見れるときにね見てください。無理にうわ見れなかったって謝らなくて全然いいですからね。見れそうだったら見るスタイルで全然いいですからね。よいしょ。こんばんは。まあ、日曜日なのでね、なんかみんな有意義な一日をお過ごしくださいませ。お話し会来てくれる人は一緒に楽しみましょう。明日はこの電車に乗ろう。明日もメイク配信にしようかな。夕方頃お話し会用メイクする配信。こんばんは。目悪いからさ、ここまで近づかないとコメント読めないんだよねでも明日ねコンタクトが新しいの届く。いつまでだっけ今つけてるコンタクト。2ウィークだからさ、いつまでだったか分かんなくなるんだよねいつも。ここで変えた、ここで変えた、ここで変えた。2日までだコンタクト。じゃあと3日つけて新しいコンタクトに変わるんや。話し会まで時間あるからうちはでも慎重しようかしら。あ、嬉しい。サリのスケジュール決まってから明日の自分の予定立てます。すごい。あ、テロップ確かに消します。明日お休みだから日が剃らなかったらお話し方どうしよう。まあマスクあり、マスクしながらとかでいいんじゃない。最悪。トミさん、タコちゃんありがとう。お風呂ではコンタクト取る派。なんかお風呂入るときコンタクト入れっぱ良くないらしいですよ。だから朝は絶対取ります。あ、たまに夜ショールームするためにつけとくときとかあるけど、今日は撮りました。なんかもう目が痛かったんで。はい、確かに。でも翌日の僕たち夜公演だから全然余裕です。早起きじゃないから。次の日が2公演とかだったらちょっと考えたけど、そう全然全然です。ちょっと明日の予定マジでどうしよう、悩ましいですね。3回配信、4回、3回4回、悩ましい。こんばんは。わさっぴさん、タコありがとうございます。明日はさ、ダンスの起こしてかなきゃいけないな。明日ダンス自分で起こしていってレッスン途中から参加だから、多分前半部分のレッスン受けれないから自分で覚えてってみんなについていけるようにしなきゃいけないのと、この前カラーズがちょっと押しちゃったから出れなかったレッスンの振り起こしも明日しよう、午前中に。うん、こんばんは。明日やること決まってきた。買い物なんて出てる場合じゃないわ。これがこんな感じだな。ここで45分配信、ここで60分配信、ここで60分配信。
レッスンの中身は分かってるのね。いやもう分かってなかったらやばいよね当たり前だけど、この時間は何の曲のレッスンっていうのはさすがに決まってるよ。分かってなかったら相当やばいよ。やっちくん、かわいいギフトありがとう。ひらりんさん、リンボスターありがとう。カラーズの日も見送りあって遅かった。そうなんですよ。スケジュール管理うまそうね。でもさ、スケジュールアプリにレッスンの予定とか全部入ってる。そう、めちゃくちゃだからいつも埋まってるよ。先月とかすごい後半ね埋まってるんです。先月も今月もなんか後半忙しくなるっていうね、あの感じですね。ありがたいことに。いや、暇より幾分かマシです。あ、そうね、みんな聞いてくださいよ。あのワッサーをヤフーショップで頼んだって話を前したじゃないですか、覚えてますか。ついにね、8月に入ったら発送するからねって続報が来ました。そう、収穫がもうすぐ始まるから8月入ったら順次発送するからもうちょっとだけ待っててねって。嬉しい、とても嬉しい。楽しみだな。早く食べたい、届いてほしい。こんばんは。でもやっぱね、硬い桃の方がさ好きかも。どっちも好きなんだけど、やっぱ硬い品種相当好きですね私は。気づいてしまった。よいしょ。こんばんは。硬い方が痒くならない。あと硬い方が皮ごと食べても皮が気にならない。柔らかいやつは皮が口の中残るやんね。かわいい、ありがとう。え、リンゴやわめが好きな人っているのかな。リンゴって柔らかいってことはボケてるってことでしょ、長野県的に言うと。さやも、そしたらリンゴはシャキシャキパリパリのやつが好きかな。明日のスケジュール組もうとして全然違うこと考えたから、何しようとしたか今完全にバグってた。危ねえ。まあでも明日あんま昼まで寝ても体調逆に崩すから、明日9時から12時から15時からってスケジュールでやろっかな。3回配信。いや、夜もやりたいな。こんばんは。冷やした桃うまい。わかる、桃はキンキンがいい派。こんばんは。アレルギーあるから熟すと痒くなっちゃう。え、そうなんだ。アレルギーの人も柔らかくなければまあいけるのか。ほえー、こんばんは。明日レッスンが何時に終わるか分かんないっていうのかな。まあ、でも22時からだったらできんのかな。逆に家帰ってきてから、どうしよう。こんばんは。エスタバのまま飲んでないんだよね。そう、飲んでないのよ。こんばんは。試験です、ありがとう。なんかここ2日くらいなんか食べ過ぎちゃってるから、
から3日くらい控えようかなと思ってるから、まだ当分飲めない。その間にきっと桃が終わるんだ。つらい、つらい。種舐めてない。種の周りの果肉食べてたけど、別に種は舐めてないですよ。そのなんか気持ち悪い言い方に変えるのやめてください。風評被害だ、うわ。言い過ぎ。まあ夜はできるか分かんないからやめておこう。確実にできるスケジュール明日くも。こんばんは。最近デザートのようにトマト食べて、わかる。なんかお菓子の代わりにトマト食べてた一時期。またトマト、ミニトマト買ってきて、おやつ代わりにミニトマト食べよう。ここじゃない、どこだ、回すとこ。いいよっと、こうやってたら近づけれる。うん、こんばんは。いや夜できるか分かんないんで、もう夜に時間を残さない。3時間ぐらい昼間に使い切っちゃう。1時間1時間1時間で。こんばんは。でもこの前スタバ、なんかのスタバの前プラって通った時、なんか桃終わりましたみたいな看板出てた。だからもうお客さんがいっぱい入る店は終わってる可能性ある。ちょっと穴場とか探さないと、もうとないのかも。桃こんばんは。ねえマジお肌綺麗じゃない？一時期さよさ、ちょっとひどかったじゃないですか。いい感じ、なんか血色も悪くないの今日。今日血色悪くない、なんか健康そうな顔してる。夕方とか売り切れちゃう。なんか朝っていうかさ、10時くらいに行ってなかった。そうだから多分もうその店舗ではもう終わったんだと思う。もう期間が、うん。こんばんは。ね、調子いい感じ。あと20分。こんばんは。よいしょ。よいしょ。ここに置くと顔が黒くなっちゃうのか。コンディションが下げね、目が悪いこと以外は。目が悪くて、ここだとギリ頑張って読めるぐらいですね。すごいいっぱいみんなショールームしてる。みんなちゃんと可愛い格好で配信してる。こんなパジャマで配信してるのは私だけかもしれない。今日セブンのクズとリンゴの夏祭りってザッと食べて美味しかった。あ、ほんと？なんかネットだとこう賛否ありましたよね。美味しいって人と美味しくないって人いた。ハマったんですね。いい感じや。よいしょ。ヒラリンさんギフトありがとう。裸眼でいくつ？忘れちゃった。ちょっとなんだっけ、コンタクトの度数がわかるから調べてみよう。コンタクト度数視力あった、0.2 ないぐらい、 0.1 よりちょい上ぐらいっすね。そう 0.15 ぐらいじゃない、裸眼の視力。
サリの配信楽しくて好き、ありがとう、こんばんは。そうだからこの距離でギリ読めるんですよ。多分 0.01 とかになったらこの距離でも読めないんですよ。そうこの距離なら全然読める。でもこの昨日眼科に行って半年前より視力が落ちて全く落ちてなかったの。ああよかったと思って、やっと一旦止まったと思って、セーフセーフ、マジで嬉しい、マジで嬉しいです。配信で顔近くていい面もある。ラガーの時ね、わかる。いやなんかずっとね、小5で初めてメガネを作ってからこうずっと右肩下がりに落ちてたので、やっとこう停滞してくれたので、これ以上悪くしたくないですね。ジョンマイさやかちゃん出演の時行こうと思います。あー嬉しい、待ってます。禁止、まあ基本禁止の人が多いですよね、若いと。てか逆に遠視だったら今見えると思う、めちゃくちゃ遠くが見えるから。でもいつかさ、なんだっけ、 ICL とかレーシックとかやりたいんだよね。ねえ、視力検査の気球って何年前からね、え、なんやろ。え、なんか絶対気球ってわけじゃないらしいよ。気球のことが多いだけで、なんか家だったりとか、なんか全然違う絵柄のところとかもあるらしい。そう、そんな感じです。まあね、あのね、機械のやつはなんか一点を集中して見てほしいだけだから、赤い風船とかなってるだけで、別に集中して見れるんだったら別にあれなくてもいいってね、極論でも「はい、気球見ててくださいね」って言ったらさ、そのあのみんな誰しもがこう集中して見てくれるじゃないですか。そうだからね、風船が飛んでるんですね。プシュって空気飛ばされるの苦手。なんかあれ眼圧とか測ってるでしょ確か。えってなるよね。って。さやはこの前コンタクト、新しいコンタクトにしようと思って、別の会社のコンタクトにしようと思って、でなんかその試着してあのお医者さんにこうつけてる感じとか見てもらってたんだけど、はい右見てください。はい左見てください。はい上見てください。はい下見てください、下見た後すぐ上向いてくださいみたいな、すごいいっぱいやったの。すごい難かった、なんか脳トレかと思った。そうめちゃくちゃ脳トレかと思った。右と左で視力がめっちゃ触る。あそうなんだ、さえもほんのちょっとだけ触るけど全然ほぼ一緒だな。同じ度数のコンタクト入れてもまあ支障はないぐらい。処方してもらうのはいつも違う度数だけど、そう。でコンタクト最初全然怖くなかった、スイスイ入れました。
こんばんは。そんな感じで普段はコンタクト、もう朝起きてすぐコンタクト入れますね私は。朝起きて、だからその夜はねメガネで過ごしてるんですよ。お風呂上がった後、今はショールームのためにメガネ取ってるだけで、ショールーム始める5秒前ぐらいまでメガネしてたんで、こんな感じだね。これしてて朝起きて、これ枕元に置いて寝るから、朝起きてとりあえずメガネをして、そのまま洗面所に行って顔洗ってコンタクトみたいな、とりあえず洗顔コンタクトがもう朝のルーティンだね。そっからまあ着替えたりとかするかな。最初からソフト？むしろコンタクトは最初はソフトから入れる人が多いんじゃないですか。痛いからね、ハードは慣れるまで。しけさんこんばんは。煩わしいからワンデーコンタクトです。私も中学の時とかワンデーだったんですよ。で結構4年間ぐらいワンデーだった気がする。なんか学校の日はさメガネで行ってたから、仕事の時しかコンタクトしなかったの昔は。だからなんかワンデーでいいやと思って、もったいないじゃん毎日使わないのに2ウィークとかだと。だけど最近はもうお仕事の回数もありがたいことに増えてきたし、普通にメガネでレッスンとか受けるとメガネダンス中に飛んでったりするんで不便だってなって、毎日コンタクト入れるようになって、休みの日もコンタクト入れるようになったから、いやーちょっとワンデーこのまま使い続けたら破産しちゃうなっていうね、ちょっと高すぎるぞってなって2ウィークにしました。だからねちょっと洗うのだるいんですけど毎日洗ってます。目に異物を入れることがありえない人です。まあそのなんだろう、異物って思ってるのはいいけど、あんまり入れてる人の前であんまり異物って言わない方がもしかしたらいいかもしれない。嫌な気持ちになる人もいるかもしれないですね。一応医療用の矯正器具なので、それがないと生活できない人もいるのでね、あんまこう異物っていう表現ちょっと避けた方がいいかもしれないですね。気球とかの絵で目の屈折率を測って、それを元にメガネとかコンタクトの度数が決まる。すごいね、なんかもう機械にもいろいろあるんだな。寝起きはコンタクト入れないか、起きて30分以上経ってから入れてる。あ、そうなんだ。目がショポショポするんかな。よいしょ。コンタクトつけた、初めてコンタクトつけた時の明るく鮮やかな世界は未だに記憶に残ってます。確かにこうぼやけちゃうとさ、色の境界とかも曖昧だから、そのぼやぼやしちゃうもんね。確かにそれはわかるわ。こんばんは。よいしょ。こんばんは。子供の洗濯を失敗しました、すみません。あ、全然、ね、謝ることじゃないんですよ。さやはいいんですけど、もしかしたらね見てる人の中にも嫌な気持ちになる人がいるかもしれないので、まあでもなんか目に物を入れるの怖いって気持ちはねめっちゃまあ分からんでもない。さやはなんか全然抵抗なくいけたからよかったけど、本当に最初に初めてコンタクト入れるの30分40分かかる人とかも全然いるから、全然ねその感覚はねめちゃくちゃ普通だと思います。そうそうそう、それはマジで普通な感覚だから、言葉選びはまあ大事。しけさんこんばんは。メガネで不便ない人は別にメガネでもいいかなと思いますけどね。こんばんは。普段メガネでその矯正しててそんなに不便じゃないよって人は別にわざわざコンタクトにしなくてもいいような気がする。買い切りだしねメガネの場合は。コンタクトはさ消耗品だから買い続けなきゃいけないけど、メガネは大事に使えばずっと使えるからね。まあ視力が変わったりしたらねレンズの替えとかあるかもしれないけど。トメさん、タコちゃん、ありがとうございます。ファッションアイテムとしてもねメガネは使えるし。こんばんは。なんかパパは普段メガネユーザーなんですけど、パパがねすごい視力悪いんですよ。うちその遺伝でさえも目悪いんですけど、そうでもパパは一回コンタクトにしてみたけど多分合わなくてまたメガネに戻ってるから相性はあると思います。だから一回
試してみてダメだったら戻すっていうのも全然ありだしね。こんばんは。でも気になってるなら試すのはマジでありだと思う。やっぱこのフレームがない、フレームがあるとさ、視界の世界がちょっと狭まるじゃないですか。こうフレームの外は全部ぼやけちゃってさ、視界の認識としては甘くなるからさ、そのなんだろう、狭まりがなくなるのは結構さえはいいなと思った。あと運動する時とか眼鏡飛びそうってならなくていいから、それもいい。ダンス中とかね、よく眼鏡飛ばしてたんで昔。うん、普段メガネ姿家族にも見せてないけど、サリーイベントでサリー見るのに夫に見られた。めっちゃおもろい。家族より親しい仲になりつつある。あー確かにこのご時世マスク必要じゃないですか。そうなるとマスクって絶対メガネ曇るじゃないですか。それの煩わしさはあるのでコンタクトおすすめかも。そういう点では確かに。ああ、メガネ曇るの困るなって言ったわ。コンタクトにしたらちょっと楽かもね。そういう煩わしさ本当にゼロになるからいいかもしれない。まあとにかく一旦眼科に行って、コンタクト外来のある眼科に行って見てもらうのが早いんじゃないかしら。まずはワンデーから。ワンデーだったらね、つけて1日終わったらポイって捨てればいいだけなんで、めちゃくちゃ楽なんだよね。いいんじゃないかしら。なんか普通に自分の視力とか測れるしさ、眼科でコンタクト処方して もらうと、まあ目の病気とかさ、傷ついちゃったりした時もさ、安心だしさ、すぐ気づけるから。私なんか目の湾曲、この眼球ってまん丸じゃないですか。その湾曲って人によって違うんですよ、このカーブが。だからさやの目にはこのなんとかっていう数字のカーブが合うよみたいなのも病院に行くと分かるからおすすめです。でもコンタクトしたまま寝ないようにしましょう。こんばんは。なんかそんなの眼科に行かなかったら知らなかったなと思って。目のカーブが人によってさ、そのカーブの強さが違うなんてさ、分からんやんね、素人には。そうそうなんだと思って。定期検診がめんどい。でもさ、さあいつもコンタクト半年分処方してもらうから、半年に1回コンタクトはそろそろ終わりそうだ、眼科行こうでいいんですよ。楽ちんよ全然。年にならいけるくない？頑張って。こんばんは。めんどくさがりの私でも年にならいけるよ。さらにメガネ今ね2つかな。今自分の視力に合わせてあるやつは2つ。乱視のメガネってある？存在はするよ。さえは乱視じゃないから持ってないけど、乱視のメガネも乱視のコンタクトもあるよん。こんばんは。そう、理想は3ヶ月だけど、でもなんか眼科の先生にまあ半年に1回でいいけどねって言われたから、さえは半年に1回にしちゃってる。そう、なんか違和感があったら眼科に来てくれればいいから、定期検診はとりあえず半年に1回でいいよって先生に言われたから、多分若いからみたいなニュアンスもあったんであれかもしれないけど、そう、補正は半年に1回にしちゃってますね。でも今回新しいコンタクトにしたから、とりあえず3ヶ月分にしてもらった。処方は新しいコンタクト相性悪い可能性あるじゃん。とりあえず3ヶ月分にしてもらっちゃったけど、だからまた3ヶ月後にさえは行かなきゃいけないんですけど。今回に関しては。そう、まあみんな行きつけのかかりつけ医を
見つけるとどの病院も楽ですよ。歯医者も名医者も普通の内科も。ということで、ぼちぼち終わり時間が近づいてまいりました。メガネでもフェイス ID は通る。あ、そうやわ、通るよ。通ります。ランキング見ます。13位スノーさんありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位バイクコトさんありがとうございます。9位コクヨさんありがとうございます。8位さくらちゃんありがとうございます。7位マサッピさんありがとうございます。6位ケロンさんありがとうございます。5位マコトノスケさんありがとうございます。4位おかずさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位ヒラリンさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイイエーイ。では今日もお付き合いいただきありがとうございました。最近の定期検診つながりで話すと、めっちゃ歯医者サボってるからそろそろメンテナンス行かないとなって思ってますそろそろメンテ必要やなって。あとエイズの日が終わったら親知らず抜きたいなってめちゃくちゃ思ってます。それが歯医者にメンテナンスに行けるようにみんな応援しといてくださいでは明日は789部でお待ちしてます。お話し会また明日。この後ね、明日のスケジュール出しますので明日もショールーム見に来てください。おやすみ。バイバーイ。